皆さんの中でトイレットペーパーの芯をご存じない方っていらっしゃいますか？いらっしゃいませんよね。よかったです。芯を知らないという方がいらっしゃったら、そこからご説明をしなければなりませんので私はこの芯を使ってアート作品を作っています。芯はカットしてつなげるんですけれども、そのカットした芯をつなげるために使っているのは、市販で販売しているグルーガンというこのプラスチックみたいなのを溶かして溶接するものを使っています。私のアート創作には3つの決まり事があります。1つ目は芯に色を塗らないということ。芯には実にいろんな種類があるんですが、茶色かったり白かったり、あとはありがとうございましたとか文字が書いてあるものもあるんですが、そういったものを素材としてそのまま使用しています。そして2つ目は芯の裁断方法が決まっているということです。芯は潰した状態から裁断するのですが、真ん中からこのようにカットするように決めています。そして最大の大きさが1/2、最小の大きさが1/16分割と決めています。3つ目はゴミを出さないように創作をするということです。リサイクルアートということもあるんですが、先ほどの芯の分割のところでも測って切ってしまうとゴミが出てしまうので、なるべく分割法で芯を切るようにしています。そしてそれらの芯を組み合わせてアートを作っているんですけれども、最大は15メートルから、そして最小は手のひらサイズのものまで、そういったものをインスタレーションアートという手法でお見せしています。インスタレーションとは現代アートの手法の一つで、空間全体をアートとして捉えていただくものなんです。なので例えば場所が変わったりとかすると、同じ作品を展示しても見え方や感じ方が変わるようになっています。私がアートを創作するきっかけになったのは、ある友人からの依頼でした。1ヶ月間お寺の本堂の横のスペースで何か作品を展示してほしいということだったんですね。で、私はデザインの仕事をしているので、友人は多分そこの場所にあった何かを展示してくれるんじゃないかなと思ってくださったんですね。で、デザインの仕事柄、私はホームページとかあとチラシなどを作ったりして、日々新しいものを常に作り出しています。で、その頃の私はそういって新しいものを作り出しては破棄していくという、そのことにとても違和感を感じていました。そしてせっかく機会をいただいたんだから、新しいものから新しいものを作り出すのではなくて、今あるものから何か新しいものとかを作り出せないかなと考え始めたんです。それが私がトイレットペーパーの芯に興味を持つきっかけになったのですが、それはまさにニュートンのリンゴでした。皆さん、ニュートンはご存知ですか？ご存知ですよね。私よりずっと有名な方なんで。ニュートンはリンゴが木から落ちることで万有引力を発見したとされています。ですが、本当にそうなのでしょうか？リンゴがポトンと木から落ちるのを見て、万有引力という形にひらめいたわけではないと思うんですよね。毎日毎日引力について研究をしていたからこそ、リンゴが木から落ちるというその自然なことに反応できたのではないでしょうか。私のトイレットペーパー芯リサイクルアートもそれと同じです。日々トイレに行けば、意識しなくても目に入るトイレットペーパー、ね、そして交換するたびに必ず手に取るトイレットペーパーの芯、そしてある時ふとその芯を取って
ってみろって思ったんです。シンってペーパーがなくなればただゴミになるだけなのに、その紙はすごく丈夫なものでできています。そして形状も素晴らしく丸くて同じものが揃ってるんですね。その芯を改めて手に取った時に、芯ってなんて完璧なんだろうと思ったんです。で、この完璧な芯を使って何かできないかなと思い始めたんですよ。それで私は世の中にトイレットペーパーの芯を使ってアートを作ってる、そういう作品ってどんなものがあるのかなと思ってインターネットでまず調べたんですね。すると工作とかクラフトのようなものはたくさんあったんですが、例えば個展で展示していたりとか、あとはアートとして作品として作られているものが一つもなかったんです。トイレットペーパーの芯でアートを作っているアーティストが世界中に一人もいなかったんです。私はそのことに気づいたときにびっくりしたのと同時に、なんか面白いことに気づいたなと思ったんです。それから私は実際にアート創作を行うのですが、なぜこう前例が全くないものですから、すべて自分でいろんなことを考えなければなりません。で、驚いたり、あとは感動したり、あと悩んだりしたことがたくさんありました。最初の頃リサイクルペーパーアートという言い方をしていたら、来場者の方にこれ何の紙で作ってるんですかって言われたことがあります。最初から芯に色を塗らないというふうに決めていたので、見れば芯だと分かると思ってたんですね。それから私の肩書きはトイレットペーパー芯リサイクルアーティストというとても長いものになりました。2010年にマレーシアのアートフェスティバルに呼ばれたときに、そこの現地のデザイン学校の生徒たちと作品を作ったことがあります。で、その際に私は全然英語がしゃべれなくて、でも3つの決まり事を守るように通訳をしていただき、そしてあとはもう身振り手振りのジェスチャーで2週間かけて作品を作り上げることができました。知らない土地で言葉も通じない中で素晴らしい作品が作り上げられたときに、私はとても感動したことを覚えています。その時に思ったんです。トイレットペーパーの芯って先進国であればそう珍しいものではないんですよ。そしてその芯で作るアートは年齢や性別、人種や言語が変わっても比較的に受け入れやすく感動しやすいんですね。アートを身近に感じながら感動していただけるんです。でもそんな身近に感じるアートだからこそ悩んだことがありました。ある時こう言われたことがあります。なんだ、芯を切って貼ってるだけじゃないか、僕にもできる。あとはキャーすごい素敵、これどうやって作ってるんだろうと言ってパシャパシャパシャと携帯で撮影して、どうなってんのかな、なってんのかな、すいません、これどうやって作ってるんですか、教えてくださいと言われたこともあります。感動してくださるのはとても嬉しいことなんですが、私はその時表面的な感動しか伝わっていないなと思って、すごくなぜかモヤモヤしちゃったんですね。それで私はアートを通じて一体何が伝えたいんだろうと思ったんです。それから私は感動するだけではなくて、それらを共感し、
そして共有していただくことで、その感情を継続させていきたいと考え始めました。アートを見て感動する、そしてゴミとか例えばリサイクル品というものがアートになっていくということに共感していただく、そこから例えばご自身もお家に帰ってから雑紙とかトイレットペーパーの芯を例えばリサイクルに出す、もしくは私の場合は有志の方に芯を集めていただいてますので、そういった活動に参加していただく、そういうことを共有していただく、それらを継続していただくことで日々思い出す機会を持っていただいて、また感動していただくんですね。で、そのぐるぐる回るということで、私の個展のタイトルは決まっているんですが、回る物事、人とことが回るという意味で回る物事というタイトルにしています。そしてそれが私のアートコンセプトとなりました。私はよくこう言われます。山田さんだからできるんだよ、山田さんには才能があるから、山田さんは特別だから、センスがあるから。でもご覧の通り、私には目が3つあるわけでもありませんし、1日に30時間時間があるわけでもありません。皆さんと同じ細胞レベルでは同じ人間です。でも違うところがあるといえば、2010年から日々芯を潰してそれをストックし、そこから取り出して芯をカットする、そういった単純な作業を繰り返してきました。だからこそ私は何の変哲もないトイレットペーパーの芯を特別なものにすることができたんだと思います。毎日関心があることとか、あと興味があること、それらを考える時間を、頭の中で考える時間を作る、でその考えたことを行動に移してみる、そしてその2つのことを日々繰り返してみる、そういったこの3つの特別でも何でもないことが特別なことにつながっていくんです。万有引力を発見したニュートンも、リンゴが落ちたことに気づかなければもしかしたら引力を発見できなかったかもしれません。でも私もニュートンも毎日の生活の中で大きなアンテナを張り巡らせて、そこでキャッチした小さな気づきを一つ一つ行動に移していった結果なんです。私は今トイレットペーパー芯リサイクルアートというリンゴを手にしています。あなたはリンゴを手にしていますか？特別なことは当たり前の中に存在します。そのことを意識して毎日を過ごせたら、あなたにも世界でただ一つのリンゴが見つかるかもしれません。アートを通じてまたどこかで皆さんにお会いできますことを楽しみにしております。